あの音素の一部の仲間うちには話をしましたが、私事で恐縮ですが、皆さんにご報告したいことがあります。前回2月の音素の一番街ライブの後に、今井さん宛てに、というか音素のホームページ宛てに一通のメールが届きました。浜坂の、高校時代、あの浜坂は石川県の高校を卒業してるんですけども、石川県の高校の同級生からメールが届きましてですね、あの最近東京で音楽を始めたと。で、高校時代から音楽をやっていた浜坂のことが気になってですね、ウェブ検索をかけたら音素のホームページにたどり着きましたと。そんなわけでですね、浜坂と連絡を取りたいので、あの中継をしていただけないかと、今井さん中継をしてくださいというメールだったんですね。浜坂高校卒業したのが10年前の話です。で、音素の創設も10年前です。で、東北北陸石川県の地でね、机並べて勉強しとったもんがね、この東京の神奈川の地でね、10年中時を隔ててね、そういう風にしてつながるって、音楽ってすごいと思いませんか皆さん。ねね、皆さんの前で紹介をさせてください。高円寺中心に活動しているミュージシャン、ソングバードといいます。音素から祝福の拍手をやってください。よろしくお願いします。あのね、浜坂がこの厚木一番街に戻ってこれたように、こういう音楽の場があるということが、人をどれだけ元気づけるかということですよ。人をどれだけ結びつける力があるかということですよ。浜坂には今心が離れているっていう人が、実はたくさんいます。そんな人もいつか必ず、元に戻ることができるものを信じて活動していきます。音素ともどもトレイン浜坂を今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあマイクを渡したいと思います。ソングバードです。拍手でお迎えください。こんにちは、ソングバードです。よろしくお願いします。初めて厚木でライブやります。よろしくお願いします。最初に、君と僕という曲やります。聴いてください。
がとうございます。行きたいと思います。次の曲は、空っぽという曲です。聴いてください。ありがとうございます。